クワガタキッズのエリーです。私は6月6日にクワガタキッズとデジマクローバーと一緒にクワンチョコレート島原店に行ってきました。最初はドキドキしてたけど、中に入ったらとってもおしゃれでした。中に入ったらチョコレートの解説をしてくれました。次にアイスにチョコレートをコーティングさせてもらいました。アイスをチョコレートにつけてくるくる回すと、チョコレートが10秒から15秒で固まってパリッとしたチョコレートコーティングアイスになりました。私は抹茶アイスにミルクチョコレートをかけたアイスを食べました。抹茶の苦味とミルクチョコレートの甘みが口に広がってとっても美味しかったです。私のおすすめのチョコレートはベリーベリーです。皆さんも贈り物に美味しいチョコレートをぜひ選んでみてくださいね。